前回の福沢さんの第7話目最終話、ものすごく短いお話でした。黒木先生が出てきて、あれですね、俺は満月での夜になると誰か殺したくなるんだって、今夜の夕飯はって言って、これ何の伏線だろうなって思って聞いてたら、本当にそれで終わっちゃったっていう。5分ぐらいかな。風間さんのお話もすごい短いんですけど、その風間さんのお話よりも短い、多分5分ぐらいのエンディング、長々とした、エンディング全部喋ったんですけど、それも合わせても10分ちょいしかない。いやー、びっくりだった。絶対1時間2時間はあるだろうなって思って身構えて、よし、じゃあ読むぞってやってたら、あんな5分くらいで終わっちゃう。いや、多分あれ、うん、これもある意味ちょっとびっくりっすよね。怖いお話ではなかったけど、いや、怖いお話だったな、黒木先生が。いや、多分黒木先生の情報って、あれ初めて出てきてあれで終わりっていう、うん、多分他のシナリオでは出てこないのかな。はい、じゃあ第5週目に入ります。まだ読んでないのは進藤さんと岩下さんですね。じゃあどうしようかな。じゃあ進藤さん行ってみよう。それじゃあ俺が最初の話をしよう。俺の名前は進藤誠、3年 D 組だ。みんな旧校舎に行ったことあるかい？今は使われていないけれど、一度ぐらい行ったことあるよな。立ち入り禁止だし、ボロボロで薄気味悪いけれど、あそこは冒険するには最高だ。ちょっと待って、立ち入り禁止っていう情報今初めて知った。昼間だってゾクゾクしてくるぜ。歩くと今にも抜けそうな床がギシギシなってさ、それが反響して、まるで他にも誰かが歩いているような錯覚に陥るんだ。それで後ろを振り返ると、誰もいない。みんなそういう経験あるだろう。ない。坂上はどうだ？旧校舎に行ったことあるんだろう。そして、薄暗いあの廊下歩いたことあるだろう。一周目で言ったな。福沢さんの話でもなんか、こんな質問あったような気がする。あれもびっくりしたね。なんか、行ったことないって言うと全く別の話に変わっちゃったっていう。あんなぶつ切りの話も初めてだった。そうだな。あるかな。一番。そうか、あそこはいいよな。人がいないから静まり返っている。でも、霊はいるんだぜ。何かがいる、そんな感じがするだろう。特に旧校舎の2階の長い廊下を抜けたところにある3階へと続く階段。階段っていうのはどこの学校でもいろいろあるよったかな。なぜかって鏡があるだろう。ほう、ほう。階段の踊り場にある鏡、こいつが癖者なんだ。いいか、これからする話は俺が本当に体験したことだ。旧校舎の階段にある鏡の話だよ。少し前のことだけどな、俺のクラスの吉岡が相談があるって言ってきたんだ。吉岡ってのはいつも孤立しているような暗いやつなんだけどな。どういうわけか特に付き合いもない俺に話しかけてきたんだよ。どんな話だったと思う？それ聞かせんのか。ああ、じゃあせっかくなんで、セーブしましょう。オッケー、じゃあ、いつも孤立している暗いやつ。でも、急に進藤さんに話しかけてきて、彼女の話、勉強の話、いや、この話の流れから言って旧校舎の鏡の話だけどな。ちょっと彼女の話いいっすかみたいな。い
や初対面の人に、いや初対面ではないけどな、ちょっと行ってみようかな。じゃあもしかして進藤さんモテるから彼女の話とか。一番マジで、いやいや違うって今否定されるかなと思ったけど、そうさ、あいつあんなに大人しそうな顔して彼女がいた、え待って、好きな人がいるじゃなくて彼女がいたんだぜ。名前は目黒恵子、目黒恵子ってんだけど、相談ってのがその子のことなんだよ。なんでもあの踊り場の鏡には不思議な伝説があるんだってな。夜中の3時33分33秒にあの鏡に両手を合わせると異次元の世界へ行けるんだってさ。めっちゃくちゃ嘘っぽい。嘘みたいな話だろ。いや多分絶対嘘だろ。もちろん夜中の学校に忍び込むやつなんていない。それに異次元に行ったって帰ってこれる保証はない。だから誰も試すやつなんかいなかった。ただの怖い噂として一部に語り継がれていたわけさ。ところが話を聞いてみると、どうも彼女はそれを試したらしいんだよな。ある日吉岡はさ、目黒さんに打ち明けられたそうだ。学校に来ても面白くない、家では両親が喧嘩ばかりしてる、だからあの伝説が本当だったら異次元の世界に行きたいってな。ちょっと待って、学校もてかこっちの世界全部捨てて異次元の世界に、あなんて言うんだろう、異次元に行くっていうあのライトノベルにありそうな。吉岡は真面目に話を聞いてやったらしい。よほど目黒さんのことが好きだったんだな。いやだって彼女だしな。そして彼女も吉岡のことを好きだった。もし吉岡くんが私のことを愛しているのなら一緒に異次元に行ってくれる、そんなことを聞かれたんだってよ。その時吉岡はなんて答えたと思う？一緒に行こう、一緒には行けない、何も答えない。あーすっげー、誰もいないところに、いや違う、誰もいないわけじゃないけど、二人でこの世界を抜け出そうぜみたいな、すっげーロマンがあるけど、そのためにはこっちの世界を全部捨てないといけないって。でもいいんじゃないかな、そういうことがあっても。一番一緒に行こう、よっぽど彼女のことを愛していたんだろうな。吉岡は迷わず答えたんだ。彼女はとても喜んだってよ。聞いてた俺の方が照れちまう話だ。ちょっと待って、その話聞いたっていうことは結局行かなかったのかな、帰ってきたのかな。それで二人は夜中の学校に忍び込んだんだ。まるで駆け落ちするようなもんだよな。確かに親に内緒で若い二人が手に手を取り合ってそっと逃げ出す。まあ逃げる先が最果ての地じゃなくて異次元ってところが違うけどさ、異次元ってどういう世界か全く分かんないっていうのがあれっすよね。二人は少しも怖くなかった。そりゃそうさ、なんて言ったって二人は希望に満ちていたんだからな。刻々とその時が迫ってきた。チャンスは一度しかない。あ、その3時33分33秒でしたっけ。3時33分33秒ちょっとを逃すと異次元にはいけないんだからな。まあ次の日試してもいいけどな。ついに運命の時が来た。二人はその瞬間鏡に手をついたんだ。ところがどうだ、吉岡はわずかにタイミングが外しちまったんだな。バカバカ、吉岡バカ。吉岡の見ている前で目黒さんの姿が霧のように薄らいで鏡の中に吸い込まれたんだ。後には吉岡一人が取り残された。
呼べど叫べど返事はない。鏡にも自分の姿しか映らない。待て待て待て、明日試せばいいじゃん。これが夢であってくれと石岡は願ったのさ。けれどそうじゃなかった。待て、明日もう一回その試せばいいんじゃないかな。次の日から目黒さんはいなくなった。それで、それからというもの、吉岡は毎晩学校に忍び込んで、その鏡の前に立ち、時間になると鏡に手をついていたって言うんだ。それでも微妙にタイミングがずれるのか、何度やっても一度も成功しないらしい。それで悩んだ末、誰かに手伝ってほしくて、俺に相談した、と言うんだ。なるほど。そんな話、信じられるか？真顔で真剣にそんな話を俺にするんだぜ。目黒さんが学校に来なくなったという話は俺も知っていた。クラスは違うけれど、そういう話はすぐに広まるもんだ。けれど、鏡に吸い込まれたっていう話は聞かなかったな。行方不明だとか、家出したとか、登校拒否になったとか、みんなは好きかって言ってたさ。確かに学校もつまんないって言ってましたよね。学校がつまんないってことは学校であまりうまくいってなくて、しかも学校で、あ、家庭内か。家庭内でちょっとね、両親が喧嘩してって、家出したんじゃないかっていうね、その、理由はいっぱいあった感じですよね。愛する目黒さんがいなくなって、吉岡おかしくなったんだと、俺は思ったよ。あ、確かにな。頼むよ。僕、どうしても目黒さんに会いたいんだ。きっと一人で寂しがってるよ。僕が行くのをずっと楽しみに待ってるはずだよ。助けてくれよ。そう言って、今にも泣きそうな顔で頼むんだぜ。あんまりうるさいから、その場をごまかすつもりで軽い気持ちで言ったのさ。ああ、いいよ。夜中の3時に校門の前で待ってるぜ。ってね。あいつ嬉しそうにニタニタ笑ってたな。そういえば、あいつの笑った顔っていうのもあの時初めて見た気がするよ。最初で最後のあいつの笑顔さ。マジかよ。それで、学校が終わって家に帰って、しばらくの間、俺はその話を忘れてた。夜中になってそろそろ寝ようかなって思った時に、ふと、吉岡の顔を思い出しちゃったんだよな。時計を見ると、夜中の2時。行こうと思えばまだ約束に間に合う時間さ。あいつのニタニタ笑う顔を思い出すと、なんだか寝つけなくってさ。けれども今から学校に行くのなんて、めんどくさいし。それに、もしあいつが来てなかったら、バカを見るのは俺だしな。行くべきか、行かないべきか、俺は悩んだよ。結局、どうしたと思う？いやいや、絶対に行かないとダメだろ。約束を守るっていうのはやっぱね、大事なことだと思うな。一番、学校に行った。やっぱり気になって仕方なくってさ、行くことにしたんだ。あ、これ、最初のオープニングの SE だ。夜中の学校は薄気味悪かったぜ。もし吉岡がいなかったらどうしようかって思ったけど、あいつはいたよ。校門の前にまるで幽霊みたいにぼーっと突っ立っていたんだ。懐中電灯を持ってね。それで俺のことを見つけると、手にした懐中電灯を振り回して近づいてきた。笑えばいいものをあいつはニコリともしなかったな。緊張しているのか、顔を汗でじっとりと濡らして、無表情で俺のことを見ていた。ありがとう。きっと来てくれると思っていたよ。この恩は一生忘れないから。あ、確かにな。こっちの世界を離れる予定だからな、この人は。そう言って俺の手を力いっぱい握ったんだ。俺もお人よしだよな。この話を信じてわざわざ学校まで来たんだから。
夜中の学校はめちゃくちゃ怖いぜ。新校舎だって不気味なのに、俺たちが目指すのは旧校舎だぜ。その怖さがどれくらいのものか、お前にだってわかるだろ。お化け屋敷だってあそこまで怖くないな。違う、お化け屋敷は、作り物だってわかるから本物はいないですよね。こっちは本物がいるかもしれないっていう、リアルな怖さっていう。吉岡のやつは意外と度胸があるんだよ。いや違う、その彼女ですよね。彼女に会いたいがためですよ。俺でさえ結構ビビっていたのに、あいつはスタスタ早足で歩いていくんだ。真っ暗な学校を薄暗い懐中電灯一つでどんどん進んでいくのさ。俺はついていくのがやっとだった。休校所に入ってもあいつは物おじ一つでしなかった。夜中だと床板のきしむ音がやけに大きく聞こえるんだ。キーキーキー、ガラスを爪で引っかくような音が辺りに響くんだ。他には何も聞こえないだろう。だからその音が妙に耳につくんだよな。昼間だとあまり感じない古臭い腐った木の匂いも夜中だとはっきりと感じるんだ。その匂いだけが息を吸い込むとむっと口中に広がるのさ。あ、これは暗いからですよね。暗いから他の感覚が敏感になるっていう、あれですかね。着いたよ。もうすぐ3時33分だね。突然、あいつの足音が止まり、懐中電灯が鏡を照らしたんだ。異次元通じる鏡。俺は半信半疑というよりも、少しも信じちゃいなかった。でも俺はあいつとの約束を守ったんだよな。それやっぱり心のどこかに、あらぬ期待を持っていたのかもしれない。異次元行けるものなら、見てみたい。そのためのきっかけが、あの薄汚れた鏡だというのなら、確かめてみたい。そんな期待が、少なからずあったんだろうな。俺は吉岡に言われるがまま、手伝ってやった。いいかい？僕は両手を鏡に向けて立つから、時間になったら叫んでくれ。それだけでいい。頼むよ。俺は黙ってうなずいた。待て、待て、待て。時間になったら叫んでくれ。ちょっと待って。33秒に、今だって、今だって話したら遅いっすよね。今だって言ってる時の手つく時だから、ちょっと待って。32秒くらいに叫ばないとダメなんだけど、ちょっと待って。すげえな。このやりとりで黙ってうなずくって。ちょっと待って。ツッコミどころ満載。待って、俺だったら、ちょっと待って。確認させって。ツッコむけど。わかった。進藤さんはツッコまなかった。俺は黙ってうなずいた。時間が迫ってくる。俺は時計に目をやった。33分。30、31、32秒。今だ！俺の声に合わせ、吉岡は両手を鏡に押し付けた。すると、どうだ？信じられないことが起こったんだ。一瞬吉岡の体が揺らいだかと思うと、見る見うちに鍵消えていくじゃないか。そして、あいつは煙になって、鏡の中に吸い込まれてしまったんだ。やったぜ！成功した！後には俺一人が残った。俺は夢でも見ているのかと思ったよ。だって、そうだろ。目の前で吉岡が消えちまったんだぜ。吉岡がいなくなった途端、俺は恐怖に包まれた。一人になって余計怖さが倍増した。俺は一目散に逃げ出した。そして俺は家に逃げ帰ったんだ。家に帰って布団を頭からかぶっても恐怖は消えなかったよ。そしてあれは夢だと自分に言い聞かせたんだ。次の日、吉岡は学校に来ていなかった。次の日もその次の日も吉岡は来なかった。みんなを好き勝手に噂したさ。目黒さんを探すために吉岡は旅に出たとか、
二人は最初から一緒に逃げるつもりだったんだとか、そういった噂も少しはあった。まあ当たっているといえば当たってるよな。でも真実は俺だけが知ってるんだ。二人は鏡の中にある世界で幸せに暮らしているのさ。どうして俺にそんなことがわかるのかって。二人が鏡の中に消えたとしても幸せどうかはわからないって。確かにな。それがわかるのだ。なぜだ。は、この話には後日談があってね。俺はあれから吉岡のことが心配になって旧校舎の踊り場に行ったことがあるのさ。あの鏡のある踊り場にね。何もないと思いながらもわずかな期待はあったさ。妙な胸騒ぎっていうのかな、なんとなく吉岡に会える気がしたんだ。いたのさ、吉岡はそこにいたんだよ。鏡の中で目黒さんの肩を抱きながら俺に V サインを送っていた。この野郎、幸せ、幸せじゃねえか。笑いのが下手なのか、相変わらず真面目な顔をしてじっと俺を見ていた。目黒さんは嬉しそうだったぜ。だからあの鏡に不思議な人影が映るという話を聞いても怖がる必要はないぜ。それは幸せな二人がつまらない生活を送っているこっちの世界の住民たちをせせら笑っているだけなんだから。今では俺は信じてるよ。この世には俺たちには理解できない世界があることをね。俺ももしこの世の中が嫌になって、その時素敵な恋人がいたなら、あの旧校舎の鏡の前に行くかもしれない。おっと、旧校舎は取り壊されちまうんだったな。残念だ。でもどこか他にもああいう鏡は存在するんじゃないか。見つけたら俺にも教えてくれ。俺は少しも疑わずにその場所に行ってみるからさ。これで俺の話は終わりだ。次の話は誰がするんだ。ちょっと待って、ものすごい素敵なお話でした。これ怖い話なんでしょうか。すごい、なんか俺選択肢選ぶの、多分あの選択肢だからこその結末だと思うんですけど、いやーよかったな。なんか V サインして二人とも、うわ、なんか羨ましい。異次元に彼女と二人で。ちょっと待って、どういう世界なんだろうな。あの、なんて言うんでしょう、リゼロの、あのリゼロから始まる異世界生活みたいに、なんかね、異次元で大活躍してんのかな。なんかこのスバ、このスバみたいな、なんか異次元アニメみたいな。ああ、いいなあ。なんか怖い話っていうか、本当普通にいい話だった。いやー、はい、じゃあ第1話目、なんかのろけ話聞いたような感じで、はい。じゃあ第1話目、ご視聴ありがとうございました。